はいどうもこんにちは今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございますこの動画では RG トラップコードのパーティクルを使ってヒノコが浮き上がっていく背景を作成していきますヒノコはロゴやタイトルを表示したりするときやテキストメッセージでよく使われる背景なのでここでその作り方を知っておくと後々とても便利になりますというわけなので早速本編を見ていきましょうアクション 本編が始まる前にこの動画で理解したことをコメント欄に書き込む準備をしておいてください理解したことを発信しようと考えることで学習効率や記憶力がより高くなりますついでにチャンネル登録もよろしくさあということで早速ですが新規コンポジションを作成していってから名前を sparks という風にしておきましょう spark は火花ということですねはいそうしたらトラップコードを適用するために新規平面レイヤーを作成していきます 名前はスパーク用のパーティクルなので略してスパーティクルとか勝手に名前を付けておきます。ということなので上のエフェクトから RG トラップコードにあるパーティキュラーを選んでいってスパーティクルの上に適用してあげましょう。ってことで早速火花の動きを作っていきます。まずはエミッターですね。エミッターのタイプですがこれはボックスにしておきます。 そして、Velocity ラン o ムでスピード感にばらつきを作っていきますが、これはまあ60ちょっとくらいにしていきましょう。火の粉の全てを同じスピードにしてしまうと不自然ですからね。続いては、ディレクションのところの設定から、ディレクショナルを指定しておきます。すると、ボックス感が出てきました。はい、続いてはこのサイズということですが、エミッターサイズを XYZ Individual に指定しておきましょう。 これでエミッターの分布を XYZ それぞれ別々に調整していきます。とりあえずここではエミッターサイズ X を広げていって画面の横方向に広げていきましょう。これで画面全体にヒノコが広がっていきます。他にもヒノコが進む方向にもばらつきを入れていきたいので、このディレクショナルスプレッドという数値を上げていってそれぞれの動きをつけていきます。 そして、ヒノコの方向なんですが、X ローテーションを90度に回転させることによって、ヒノコが上に登っていくようになります。あとは、どこから始めるかですが、ヒノコが下から上がっていくようにしていきたいので、ポジションのところを動かして、画面の下のところへと動かしていきます。はい、これで一旦見てみますけれども、粉が上に徐々に上がっていくようになります。 その他の調整ですが、さっきのエミッターサイズ Y とかを動かしておくと、ヒノコが画面から近いか遠いかを決めていくこともできますね。はい。ってな感じでここのところの設定はいいでしょう。そうしたらエミッターは一旦終了して、今度はパーティクルの設定をしていきましょう。パーティクルを開いたら、まずライフですが、6.2秒くらいにしてヒノコが消えていくようにしておきます。 ただし、これは動画によって、ヒノコがどれくらいのスピードかとか、どれくらいで消えていくとかが違うと思いますので、変えていってみてください。ライフランダムもすべてバラつきを作っていくために30くらいに上げておきましょう。続いて、パーティクルフェザーなんですが、これは粒のぼかしなので、これをとりあえず0にしておきましょう。これで見てみると、粒がはっきりとしております。 そうしたら今度はサイズですがサイズランダムを50%くらいにしておいてからバラつきを作ってそしてサイズ自体もまだ大きいようなのでこれも3くらいの大きさにしておきましょうまあパーティクルの量もまたその都度調整していくといいかもしれませんねもちろん一つの時間軸だとなかなか見えないこともありますのでタイムラインを動かした上で o ロシティだったりいろいろと調整していきながら画面全体にパーティクルが分布されるように配置しておきましょう と、このままだとただ上がっていくだけなので、これから風を使って吹き上げを作っていきます。physics を開いてから、その中のエアーのメニューを見ていきます。この中の WindY が縦方向に吹く風を調整するバーなので、この WindY をマイナス方向に下げていきましょう。するとこんな感じで下から上に吹き上げるパーティクルが出来上がりました。 これだと一定なのでタービレンスフィールドのところを開いてこの中のアフェクトポジションを増やしておいてからスケールの数値、それからコンプレックシティで複雑性を下げていけばいいかと思います。ここら辺の調整はそれぞれやっておいてください。はい。これでクーラーみたいな一定の風ではなくて自然に吹くような不規則なリズムの風が出来上がっております。この設定は実際にあなたがいい感じと思う動きだったり映像に合わせて作っていくといいかと思います。 実際に映像を見てみると、ちょっとパーティクルが横とかに揺れているのがわかるでしょうかはい。そしたら動きに関してはこれでいいとして、今度はパーティクルのメニューに再び戻って、サイズオーバーライフをチェックしていきます。プリセットのバーを開いて、下から3番目にある山になっているグラフを選択していきましょう。これでヒノコが現れて、やがて燃え尽きて消えていくように見えます。さあ、それでは今度は新規カメラを使って見え方を調整していきましょう。 そしたらこのカメラの Y 軸とかを動かしていってもう少し火ノコがいい感じで見えるところに移動していきますもし手動でカメラを動かしたかったら統合カメラツールを選択しておいてこれをドラッグドロップをやっていきながら画面をずらしていって火ノコが現れたり消えたりするのにちょうどよく見えるところを探していきましょうはい再生してみるとこの位置がいい感じではないでしょうか じゃあもう少しヒノコのように見えるようにしていきたいのでレンダリングのところを開いておいてそこからモーションブラーのところへと向かってモーションブラーをオンにすることによってパーティクルの動きに躍動感を少し持たせるようにしていきましょうそしてこのタイプのメニューはサブフレームサンプルに指定しておきますついでにレベルも若干上げておきますそして不透明度の部分もこのオパシティブーストを上げておいてブラーの感じをもう少しリアルにしていきますはい まあこれでパーティクルの設定は OK でしょう。それでは今度はもう一度スパークルのレイヤーをコマンド D ことコマンド D で複製しておいてもう一つ火の粉を作って量を増やしておきます。この火の粉は後で色を変えていきます。ということで早速エミッターのパーティクルの量を40くらいにしておいて量は減らしておきましょう。そして今度は下のランダムシードのところを増やしていってパーティクルの分布を変えておきます。 そしたら今度は風の強さをこれまた変えておきたいのでフェゼックスの中にあるタービュレンスフィールドのところでアフェクトポジションは下げておきましょうスケールとかここら辺も変えていってもいいかなと思います要するにここら辺はさっきのパーティクルと違いを作って映像に奥行き,きを持たせるためなのでこんな感じで適当に設定しておりますはいそしたらこの2つのパーティクルはモードをスクリーンにしておいて後ろの背景に溶け込むようにしておきます なので実際新規平面レイヤーを作成して名前をバックグラウンドの BG としておきますそうしたらエフェクトの描画からグラデーションを適用しておいてここでグラデーションのシェイプは放射状に指定しておきましょうはい、これであとは背景の色を決めていけばいいですね今回は赤っぽいようなオレンジっぽい茶色と黒にしておきますここら辺は自由に設定をしておいてください はい。そしたらこのぽっちりとかを動かしていきながら、下の方に明るい放射が来るように背景の調整をしていきます。もし背景素材を別に作っていたり、写真ストックサイトでダウンロードしているのであれば、それを挿入しておいてもいいかと思います。まあ、ここら辺の調整をしておいたら、グラデーション背景は OK。さあ、この上で先ほど作ってきたスパークルの色を設定していきます。 色はいつものごとくパーティクルのカラーのところから設定していくことができます。一つ目のスパークルの色はオレンジにしておきましょう。そして二つ目のスパークルの色もまた赤にしておくといいかと思います。まあこの色もご自由にどうぞ。そうしたら続いてはこの二つのスパークルに対して光を発するようなエフェクトを加えていきます。ということで新規調整レイヤーを作成して名前をグローという風にしておきましょう。 そしてその名の通り、この調整レイヤーにグローを適用していきます。はい。こうすることで少しパーティクルが見えやすくなりますが、ここでいい感じでヒノコのように見えるようにグローの値を調整していきましょう。色位置とかグロー半径とかを上げていきます。そしてこのグローカラーを A&B カラーにしておくことによって、光らせる2つの色を選択できますので、さっき作った赤とオレンジの2色を選択しておくといいかと思います。 このグローもまたグロー操作はスクリーンに設定すればいいでしょう。はい、これで見てみますけれども、いい感じで上がっていっております。レンダリングに時間がかかるので、次に参りましょう。さあ、ということで、また新しく新規調整レイヤーを作って、今度は名前を CC にしておきましょう。そして、この調整レイヤーには、トーンカーブを適用しておいてから、そのカーブを動かしていって、まあ、メとかそれぞれ調整していくといいでしょう。 もちろん色なんかも上げ下げしておいて全体的にバランスがいいと思うように調整してみましょう。はい。これで少し再生してみますがいかがでしょうかまあ、それぞれのヒノコの色なんかはその都度調整していくといいですね。はい。それでは続いてはこの BG のレイヤーの上に新規平面を作成しておいて名前をターブノイズにしておきます。これはその名の通りタービレントノイズ用の平面なので エフェクトからタービレントノイズを探し出してこれを適用してあげましょうか。こうすることでノイズができますのでとりあえずこれだけを編集していきたいのでソロレイヤーをオンにしておいて数値を調整していきましょう。ということでまずはトランスフォームを開いてここのスケールの数値を300にまで上げていきましょう。そしてコントラストも360とかに上げておいて白黒をはっきりと見せておきましょう。 ノイズの種類はソフトリニアで OK ですが描画モードは乗算へとしておくことによって背景に今作った煙が溶け込むようになりますそして煙ということなのでこれを少し動かしていきましょう展開のところのアニメーションをオンにしておいてエクスプレッションを追加していきます今回記載するのはタイム30にしておいてまあ微妙に動くようにしておきましょうか そしてこの煙自体も多少上の方へと登っていくようにしていきたいのでタービレンスのオフセットのところにあるキーフレームを打っておいてからそしてこれを上の方へと上げていきましょうこれでちょっと見えにくいなぁと思うのであれば描画モードを一旦なしにしておいてからそのアニメーションをビューアで見てみるといいでしょうはい、ちゃんと上の方へと上がっていますね それではこのターブノイズのモード自体も乗算にしておくといいでしょう実際この煙の部分にあまり気がつく人はいないんですがまあ職人のこだわりというやつですかね多少印象が変わってくると思いますそしたらもうほぼ出来上がりなんですが最後にグローを複製しておいてここでもう一度光を発する様子を少し上げていってみましょう さらにはシャッターアングルとかを変更していくことによっていろいろと映像に奥行きが出てきて映像の印象が変わっていきますのであなたもここのところはいろいろと数値を動かして試していってみてください。はい。というわけで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか もし少しでも楽しかった、ためになったぞと思ったらチャンネル登録をして実際に手を動かして今回の内容を復習しておいてくださいまたちょっとした感想やこんな動画を作ってほしいといったリクエストを思いついたらコメント欄のところに進んでどんどん書き込んでおきましょうそれではここまでご覧くださり本当にありがとうございますスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれいつか会える日を